6月の14日日曜日朝の9時15分ぐらいですね、ここは東村山駅東口の例のカルガモちゃんがいる駅のとこの、池のとこです。今ご覧いただいているのは都知事選のポスターを貼る掲示板なんですが、18日に告示なので、あと3日までには太郎さんが出るかどうかがわかると思うんですが、ここにね、あの山本太郎と書かれたポスターが貼られるのかどうか非常にまだ気になるところなんですが、今移動をしてまして、早速もうカルガモ救援隊の方が来られてました。来られてますね。それと、今カルガモちゃんの様子を撮るように移動をしてるんですが、今日も水の中でバチャバチャと遊んでる姿が、確認できます。こんな感じで元気にしてます。最初はね、この池に水を入れない、東村山市に対して、怒りを感じてたんですが、こうやって遊んでる姿を見るとなんかね、ひょっとしてこの環境で大きくなって巣立つんじゃないかという興味が出てきたというか、なんだ、生命力がどこまでこう通用するんだろうっていう興味に駆られてます。どうなるんですかね、このまま無事に巣立ってくれるんでしょうか。非常に楽しみなとこです。それと本当に一昨日の夜からチャンネル登録をしていただいた方がもうトータルで100人超えて、都合145名の方にチャンネル登録をしていただきました。本当にありがとうございます。で、朝起きてスマートフォン確認したところ、風花未来さんからご紹介いただいた動画、他の動画も含めて、コメントをいただいてて、まだ何分起きてから間もないもので、返信ができてない状態です。それと登録者様が100名超えたらサムネイルをちゃんと作ろうかなと思っていると他の動画でもお話ししたんですが、やる方法は分かりました。それとネット環境が僕はスマホだけなので、そのサムネイルを上げる場所は分かったんですけども、いざ画像を上げようとするとパソコンからアクセスしてくださいというようなメッセージが出てきて、なかなか先に行けない状態です。ちょっとそこら辺も確認しに近くのネットカフェでパソコン使って勉強しに行こうと思ってますので、これからお返しするメッセージもできたらそのパソコンで試しにやってみようかなと思ってます。それと今日の夕方の4時からなんですが、昨日も自己紹介を兼ねて、撮った動画でご紹介した楽ちん TV という YouTube チャンネルがあります。楽しいに珍しいに、アルファベットで TV ですね、楽ちん TV、 未来ダーマンさんが楽ちんさんとしてやっている番組なんですが、そちらに、夕方4時からライブ配信の、私画面でお邪魔させていただくように今日なりましたので、合わせてご報告させていただきます。もしお時間あるようでしたら楽ちん TV の方にもぜひ遊びに来ていただけたら幸いです。6月の14日日曜日の朝ですが、カルガモちゃんは、曜日とか、天気は今日雨降りそうなんですけども、まだ今降ってない状態なんですが、そういうのに関係なく、我が道を行く、そんな感じで遊んでます。今日日曜日、良い一日をお過ごしください。ありがとうございます。